次メタモン殿堂入り目指していきます。シャープ123の動画は概要欄にリンク貼ってあるのぜ。前回芸術家を倒し、やっとラテラルタウンに到着しました。事務船前にホップを倒さなきゃいけないみたいだな。またウルーでめんどくさい戦いするのか。相手の初手はウルーではなく、マジでウルーじゃないの？ホップはいろんなパーティー試してるみたいだな。ダイビングとツイバムがあってかなり優秀。もしかして今回のホップ戦簡単？ツイバム2回でウッは突破だな。ホップどうしちゃったの？冒険始めたてのホップの方が強かったよ。あのホップジムリーダーより強かったもんな。ウルーを裏切ったの？私は今のとこメタモン裏切ってないよ。いやそのままでいいんだけどね。そのパーティー最後まで使い続けてね。気づいたら1匹で4匹倒してたわ。ちなみに彼女は砂に似てるかっこ聞いてない。イキリオタク構文やめろ。ホップを倒したのでちゃちゃっとジム戦終わらせたいと思います。ジムトレーナー1人目。相手の初手はぬいこぐま。怪力して、怪力され返して、もう一度怪力して突破しました。続いてぬいこぐま進化後のキテルグマ。相手の技避けて、突進して、また相手の技避けて、怪力して、相手の分回し耐えて、怪力で突破しました。おいちょっと待て、何よ、あたかも一発でクリアしたみたいに見せてるけど、お前何戦したんだ？それは。うわ相手突進かよ。まあ反動ダメージやるからいいじゃねえか。いやー、食らうなら怪力の方がよくん。ちょっと待って。食べ残し持ってるのに回復しなかったんだけど、私の見間違い？バグ？そういやこいつの特性不器用だったわ。持ち物使えないやつ。は？何その鬼特性？持ち物なしのぬいこぐまでぬいこぐまキテルグマ倒さなきゃだな。普通に無理だろ。20回はやりました。斎藤とのバトルが不安すぎるんだぜ。ジムトレーナー2人目、相手はカモネギ1匹、3連枠抱きで突破しました。ジムトレーナー3人目、相手の初手は沢村。漢字で書くな。沢村さんが由来みたいだけど、リベンジで一発でした。続いてエビワラー。だから漢字で書く。こちらもリベンジで一発でした。やっと斎藤ちゃんとバトル、ソード限定だっけ。こちらの持ち物は食べ残し、相手の初手はカポエラー。さすがにここまで来ると進化前を出してくるジムリーダーはいないな。さて今回の命運を分ける技構成は、トリプルキック電光石火カウンターリベンジ。トリプルキックは3回攻撃で合計は威力6カウンターは高校技で受けたダメージの倍返し、リベンジは使うターンにダメージを受けていると威力2倍になる技。トリプルキックは命中90だし、リベンジ打ってみます。おいおい、こっちが先行だから返しの威力2倍、リベンジ来たらまずくない？めちゃくちゃダメージ入ってるし、この急所はあんまり意味なさそうだな。ここまでダメージ入るなら高校リベンジ決まれば倒せて。対戦ありがとうございました。こっちも普通にカウンターでよかったな。というわけで次はちゃんとカウンター選択しました。相手は先行でリベンジ。まあまあダメージ入ったしカウンターで倒しきれそうだな。てかカポエラーって何かに似てるなって思ってたけど、クレヨンしんちゃんに目が似てるんだな。確かに。映画クレヨンカポエラー。なんだよ急に。嵐を呼ぶ使いがちだけど。新宝島大作戦。絶対見に行く。いつ公開なの？おい変な茶番やってたらもうゴロンダ出てきてるじゃねえか。ゴロンダはリベンジ抜群だから一撃で倒せるかと思いましたが倒せませんでした。そして相手は巴投げ。巴投げは攻撃した後に相手を強制的に交代させる技。残念ながら交代できるポケモンがいません。一匹だけだと交代の効果はなくなるんだよな。これがメタモン縛りの強み。どうだまいったか。涙拭けよ。なんで私には仲間がいや泣いてねえよ。メタモン1匹でやるって言ったの私だし、3匹目はネギがないとだな。カウンターしたいけど HP そこまで残ってないのでリベンジにしますかね。っていうか普通に回復した方が良かったくね。ほら相手リベンジ打ってきてるぞ。待って、これ終わった？耐えられないよね。高校だからよ。いやリセットの手際良すぎかよ。いや今のは遅いぐらいよ。赤ゲージで耐えた時に鳴る音が鳴らなかった時点で瀕死確定だから、もっと早く寄せましたね。どうでも良すぎる。さて先ほどは食べ残しを持たせていましたが、今回は悪鬼の実にしました。悪鬼の実は相手の物理攻撃を受けた時に発動して、防御が1段階上昇するのぜ。カウンターと電光石火でカポエラーは突破。ゴロイダはリベンジ電光石火で突破。ネギがないとはカウンターして、いい傷薬で回復して、リベンジで突破しました。ラストは怪力。大ボールもないので素直にダイナックル選択しました。当然相手もダイマックス。そしてこちらが先に動いてダイナックル。なんかさ、普通に勝てそうじゃない？今回、そりゃカポエラー強いからな。6世代のレートで使用率1位だったぐらいだし。ダウト、そんなわけない。トリプルバトルだけどな。トリプルバトルかい。それにレベル21カポエラーとかいう変なのが流行ってた。今と違ってレベル50以下だとそのままのレベルで使えたんだっけ。そう、21レベルはトリルカでも早く動くため、そしてがむしゃらで。いや分かったから巨大進撃の解説をして。あ、はい。巨大進撃は巨大怪力の専用技で急所ランクが上がる追加効果があるな。そしてお互い大アタックでダイマックスターン終了。怪力の HP 結構削れてたので普通に勝てちゃいました。バッジ4つ集めたからレベル60まで言うこと聞くようになったな。余裕あるのでちょっとレベル上げますか。というわけで45レベルまで上げました。遺跡の方が騒がしいみたいなので向かいます。ビートが私と遊びたがってるだけでした。持ち物はひめりのみでいきます。相手の初手はダブランだな。進化してるー。やっとダブラン使わせてくれるのね。いやでも油断は禁物。ビートは技構成のセンスのなさに定評あるからな。3点、もうちょいあるだろ。とりあえず光の壁張ります。がむしゃらないのきついな。相手はサイコショック。壁あるので余裕で耐えます。そしてこちらのサイコショック。ビートは今ので完全に理解したらしい。いやビートのポケモン使ってるだけなんだけどね。その後サイケ光線でダブランを突破。次に出てきたのはテグリム。サイコショックで突破しました。このターンでこっちの光の壁がなくなったのぜ。3匹目はゴチミル。サイコショックを2回打って、すごい傷薬で回復されました。そしていい感じに光の壁してゴチミルを突破しました。ラストはポニータ。ダブランより早いにもかかわらず、高速移動しかしてこなかったので、問題なく倒すことができました。
ました。ビート倒したので次のジムに向かいます。到着しました。道中何もなかったな。というわけでフェアリーバッジをもらいに行きます。ジムトレーナー3人中1人目。持ち物はそこら辺に落ちてた光の粉です。相手の初手はシュプ。サイコキネシスとドレインキッスで突破。2匹目はペロリーム。ひたすらドレインキッスをして倒しました。2人目の初手はペロッパフ。嘘泣きで相手の特防を下げてから攻撃します。泣いてる感マジでないな。というわけでドレインキッスで突破しました。2匹目はフレフワン。ペロッパフ同様嘘泣きドレインキッスで突破しました。3人目の初手は疑問。猫騙しドレインキッスで突破しました。2匹目はサーナイト。フェアリー技を打たれないことを祈りながらドレインキッス。相手の攻撃受けれなくなってきたのでおだてるで相手を混乱させます。2回自傷してもらい、ドレインキッスドゲザ付きドレインキッスで突破しました。2回自傷ゴーンすぎだろ。さてポプラとの対戦、あっという間だな。持ち物は食べ残し。今回の変身先は、マタドガスだな。マタドガス毒フェアリータイプだよね。毒タイプに変身できるのめっちゃ良くない。わざ微妙すぎるだろ。全体的に威力低いな。なんで技3つだけなんだよ。5番目のジムだよね。技3つだけのジムリーダー戦やろう依頼なんだけど。確かにユリナカブサイトは4つあったな。ポプラもあれか、技忘れさせに行ってんのか。何が目的。受け入れるしかないんだって。育成途中で対戦しちゃった感じ。ちゃんと万全の状態でジムリーダーやれよ。はあ。てか文句言いたいのは技の数だけじゃないんだよ。いやまだ続くんすかこれ。36レベルならもっといい技あるんじゃないの。ちょっと調べてみるか。体当たりって何なの。32レベルでヘドロ爆弾覚えるな。ヘドロ攻撃の上位互換じゃん。なんで覚えてないんだよ。進化した時にダブルアタックも覚えるな。体当たりじゃなくてダブルアタックにしろや。あ、なんかやらかした。そういやポプラ戦は対戦中にクイズ出されるんだったな。正解で能力上昇、不正解で能力加工。忘れてた。連打してたら不正解の選択肢をしちゃいました。素早さが2段階下がったのぜ。そ、技構成に気を取られてるうちに、とりあえずマタドガスはヘドロ攻撃2回で突破しました。次のポケモンはトゲキス。ヘドロ攻撃で相手が毒になったので、お盆の実で回復し続けて相手が瀕死になるのを待ちます。さてここでクイズ2問目。あたしの好きな色は？だとよ。俺色に染めてやろ。パープルです。パープル。確かピンクに見せかけてパープルなんです。お、正解っぽいな。というわけで防御と特防が2段階上昇しました。そしてこちらはお盆の実を使いまくります。木の実使いまくるのはルール違反ではないからな。毒ダメでトゲキス突破しました。技ゴミなのに今回もいけそう。なんかさ、ストーリー後半の方が簡単切ない。なんだかんだバッジ4個までいけてるもんな。もし殿堂入りしたらさ、今まで変身してきたポケモンを一覧とかにしてみたいよね。なんだこの化け物は。もうちょっとリアクションあるだろ。チートはダメだって。こいつフェアリー鋼タイプだからマタドガスの攻撃全然入らないよ。毒無効フェアリー半減ノーマル半減だな。というわけでメタモン殿堂入り企画急遽最終回となってしまいました。終わらない終わらない終わらない。半減とはいえ何度も攻撃すれば倒せるかもだろ。元の威力が低すぎるんだって。半減だから妖精の風も体当たりも威力20よ。戦闘用アイテム使っていいですか。まあ待て、ポプラのクイズ3問目で能力上昇ワンチャンあるだろ。それだ。とりあえずポプラのクイズ待ちで適当に攻撃します。いや思ったより妖精の風ダメージ入ったわ。なんだいけるじゃねえか。そしてポプラクイズ3問目。ポプラの年齢だとよ。どう考えても88なんだけど3問目だし逆張りの16で。よしこれも正解。ポプラは引っ掛けのイメージが強いのよね。これで攻撃特攻2段階上がったしいけるんじゃね。なんと妖精の風3回でクチートを倒しました。最後に出てきたのは魔法イップ。こちらはダイマックスせずにお盆の実で回復。巨大断炎を3回耐え大アシストであっさり勝ってしまいました。クイズの能力上昇あってよかったな。フェアリーバッジを手に入れたのでキルクスタウンに向かいます。おいなんか変なのいるぞ。また戦うの。まあホップに苦戦しなくなってきたしやってやるか。さっきのウップに変身したホップ戦は余裕だったからな。今回もウルーではなくウップでお願いしますよホップパイ。まさかのオーロット。素早さ遅いけどそんなに悪いポケモンじゃないな。なんでウップじゃないの。まあウルーよりはマシなんじゃないか。確かに。それに技構成によっては簡単にいけるかも。技4つあるといいな。3つじゃねえか。3つにするのが最近の流行りみたいだな。はあ。とりあえずここはシャドウクロウ打ちますか。オーロットはゴースト草タイプだからシャドウクロウで抜群取れるのはいいけど同時に相手からも抜群食らうのが嫌だな。同速勝負で勝つのも重要になってくるわね。早速負けてるけどな。言い忘れてましたがメタモンの持ち物はゴツゴツメット。このシャドウクロウでワンチャン倒しちゃいたいところ。よっしゃ、オーロットは問題なく突破したの。いやシャドウクロウ1回受けてるから問題はあるか。さて次の相手はエースバーン。エースバーン。あはは、どうすんのこれ。勝てるわけねえだろ。勝てるわけないな。いやでも相手が炎技持ってない可能性も。というわけでホップに勝つことはできませんでした。いやホップに勝つ術はありませんでした。いやまだ諦めるなって。火炎ボール避けれるかもしんないだろ。しかし現実は厳しかった。エースバーンの攻撃を1回避けたとしてもシャドウクロウ3回打たないと倒しきれないため当然エースバーンを突破することはできなかった。カムラのみで素早さを上げエースバーンよりも先に怪しい光を打って混乱事象を狙うも素早さ1段階上昇ではエースバーンよりも早く動くことはできなかった。はあ、無理かとは思いますが。無理とか言うな。炎技のダメージを1回半減できるオッカの実を持たせてみました。1回火炎ボール耐えられるとはいえ2回はエースバーンの攻撃をいけないといけないな。いやマジでこれどうするんすか。これは失踪しても許されるよね。いや待てって、怪しい光の混乱事象も含めて2回攻撃避ければいいだけだぞ。簡単に言うな。それにまずオーロット対面でダメージ受けちゃいけないわけだし。てかさ、なんでホップエースバーンなの。インテレオンだったら苦戦することなかったくね。それは
私がメッソン選んじゃったから、もう逃がしたけど、なんでメッソン選んだか聞きたいんだよ。普通はさ、こういう企画やるときはさ、メッソン選んだらホップがエースバーンになってダンデがゴリランダーになるな。それでも企画達成できそうかなって感じで調べてさ、オーロットに変身する対戦あるからホップがエースバーンだと困る。だからメッソンはやめようってなるだろうが。なんかそれ、ずるくない？それに霊夢ちゃんは先のことを考えるのが苦手だから、今そのせいで痛い目見てんだろ。高速へ。どう？言うてる場合か。エースバーン高速移動してくれるの？マジで？やればできるじゃねえか。無傷で怪しい光を出たな。相手混乱自傷しまくればエースバーン突破できちゃう？そしたらホップに勝ったと言っても過言ではない。それは過言な気がするけど全然ワンチャンある。マジで自傷してる。いやこれエースバーン突破いけるぞ。えてか、おっかのみ残ってるから絶対メタモン死ななくない？確かに、もうこれエースバーン突破確定じゃね。なんか避けてる。ちょっと、どういうこと？どういうこと？無傷でエースバーン突破できたじゃねえか。まだおっかのみ使えてないんだけど、他の持ち物にすればよかったな。いやもういい。無傷オーロットなら残りのポケモンも倒せるはず。まだ炎タイプいるんですか？これは失踪。いや、おっかのみまだあるじゃねえか。あ、そっか。それはよかった。ってなるかー。シャドウクローあと1回しか使えないんだよ。あと攻撃技は半減のウッドホーンだけなんだよ。ていうか炎の無知って何？追加効果で防御ランク下げる技だな。防御ランク下げられたらまずくない？何パーセントの確率で防御下げるの？ 100% だな。何パーセント中？ 100% だな。終わったー。ホップのパーティー大体物理弦。確かにあんまり特殊で攻めてくるイメージないな。奇跡的にクイタラン突破したとしても、防御下がってる状態で後ろの2匹倒…2匹？なんでホップ手持ち5匹もいいんだよ。今まで4匹だったら乱させたのに自傷せず普通に炎の無知使ってきた。なんか絆のおかげで耐えてくれたし。いやそこ切れるところじゃねえだろ。ていうかそもそもクイタランにまで素早さ抜かれてんのどうにかしてくれ。いやこの急所はめちゃめちゃありがたいんだけどさ。一回落ち着け。割といいとこまで来てんだからプレミしたらもったいないだろ。それもそうね。プレミするほどできること多くないんだけどな。なんかクイタラン倒したわ。なんかクイタラン倒したわ。いやクイタラン倒しても防御2段階下がったオーロットでどうやってこいつ倒すんだよ。そうよ、もう勝てないのはわかってるのよ。でもオーロットで炎タイプのポケモン2匹倒したのすごくない？すごいんだけど5匹倒さないとホップに勝てないんだぞ。そんなクイタラン突破に免じて勝ちにならない。なんでお前も弱点技持ってんだよ。5匹中4匹は弱点技持ってるってこと？技避けるしかないな。だいたい8連続で相手の技避ければ残り1匹と無傷で戦えるな。何言ってるかわかってる？現段階でメタモンが言うこと聞く上限レベルは70。全然余裕あるな。ポケモントレーナーの基本、レベル上げしますか？というわけでレベル上げしてきました。62レベルまで上げたのか。なんか中途半端だな。いえそんなことありません。エースバーンの火炎ボールほぼ確定体調整です。ほぼ確定ってなんだよ。おっかのみで半減火炎ボールを何度か受けて、最高ダメージが90だったので、その2倍の180が来ても1残る調整。一旦ダメージ確認しましょう。HP 満タンならエースバーンの火炎ボールが来ても1回耐えれるはず。耐えてねえじゃねえかよ。あれ？なんで、技を急所に食らう可能性も考えていたかよ。考えるかボケ。もう1回ダメージ確認します。ほらちゃんと耐えることができました。確かにちゃんと調整できてるみたいだな。絆の力で耐えたわけでもないみたいだし。やけどしたら意味ねえだろうがよ。その後、エースバーンの火炎ボールを1回耐えたところで全く勝てる気配はなかった。それもそのはず、レベルを上げても HP が増えるだけで、他のステータスは34レベルのオーロットのままであるからだ。そして気づけば試行回数が大変なことになっていた。もう無理だって、火力全然足りないし、火力アップアイテム持たせれば、まともなの持ってないのよ。作ればいいじゃん。アイテム購入ってわけじゃないからルール違反ではないだろ。あれ？現時点でウッウロボ使えたっけ？使いました。でもなんか悪いことしてるような気が。いやでも失踪よりはマシ。というわけで1個だけ弱点保険作っちゃいました。いやもう無理な気しかしないけどね。レベル差30ぐらいあるのにここまで倒せてないのおかしくない？もう何も考えずに試行回数稼いだ方がいいって。確かにそうね。一気一流してたら持たないもんね。それにレベル上げで HP 増やしたし、弱点保険で火力は補強したし、もう工夫できることはないだろ。技もありがたいことに罪技ないし、回復してる暇もないから混乱させて攻撃していくだけだもんね。なんか気づいたらエースバーン倒してたな。もうエースバーン倒したぐらいじゃ驚きませんけどね。っていうかメタモンがダメージ受けたの混乱事象だけだから、まだ弱点保険発動してないな。持たせてる意味ないじゃんね。ちょっと待って、今何が起こってる？何がって？炎の無知2回避けてクイタラン突破しただけだけど、HP 結構残ってるから、パルスワンの紙砕くで弱点保険発動して、返しのウッドホーンで突破できるってこと？突破してるー。待って、いけんのかメタモン、ガッシュでイケメン。相手オーロットより遅いカビゴンだぞ。弱点保険発動してるし倒せるだろ。なんか相手、なんかタクワイルしてるんだけど、ウッドホーンで倒せるぞ。ウッドホーンって何？ウッドホーンってなんだよ。勝ったー。本当に勝ったの？ああ、オーロットに変身したメタモン1匹で、5匹倒し切ったんだぜ。結果的にレベル上げなくても、持ち物が弱点保険じゃなくても勝ててた気がするが。勝てたならいいって。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。また次回も見てくれると嬉しいんだぜ。奇跡的にホップを倒したゆっくり霊夢。しかし霊夢を待ち受けていたのはホップを超える最難関マリーとのバトルであった。変身したのはレパルダス。おい技構成ゴミすぎるだろ。霊夢は不意打ちだけで悪党一を倒すことができるのか？次回メタモン、教えて、マリーの倒し方。